これで一段落しましたね。トゥビー、ここからの作戦行動について相談があるんですが、さっきの機械生命体との戦闘で受けたダメージが心配です。一度レジスタンスキャンプに戻って補給やメンテナンスをしますか？確かに、一旦レジスタンスキャンプに戻ろう。了解です。
9S。 はい、こちら 9S。 司令官から 2B9S 両名へのメッセージがあります。再生します。地上に向かっているヨルハ部隊の数機が連絡を絶った。現在もブラックボックス信号が確認されていることから、死亡はしていないと推定される。信号の発信されているポイントを絞り込んだので、地上に滞在中のヨルハ部隊員には本件の調査を命ずる。以上で通信を終了します。そういえばレジスタンスキャンプでも同じような話を聞いた。目標地点の情報をセットしました。他のアンドロイドの人たちが心配ですね。早めに行った方がいい気がします。地上からのルートは封鎖されているみたいですね。地下から行けないか調べてみましょう。ねえ、トゥビー、砂漠にいた機械生命体、見た目は完全にアンドロイドと同じでしたね。確かに。僕らアンドロイドは創造主たる人間の姿を模して作られてるけど、機械生命体はどうして僕らの姿を真似するんでしょうか。考えてもわからないことに時間を割くのは無駄。そうですね。
これはなんていうか異様な雰囲気ですね。
レジスタンスの反応はあの建物の方向から発信されています。ここから先に進むには進めるルートがないか調べてみましょう。別のルートで奥のエリアに行けるかもしれませんね。これだけ大型の武装した機械生命体、見逃すと後でまずいことになりそうです。倒しておきましょう。
解凍。機械生命体の体内にあるコアの破片。構造的に植物細胞に近似。植物細胞か。した遊具レール上を高速で移動しスリルを体感する絶叫マシンと呼ばれていた。人間って変な生き物なんだな。ところでトゥビー、何？僕のことをよく知る親しい人は僕のことをナインズって呼ぶんですけど。そう、そろそろ TV にどうですか？何？ナインズって呼んでくれていいんですよ。まだいい。そうですか。の機械生命体、記録にありません。
でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビ
助けてくれてありがとう。あ、ハッキングのことですか。僕たちスキャナーモデルにとってハッキングは得意分野です。いつでも援護しますよ。アンドロイドたちを助けないと。ダメです、回路が全部焼き切れてます。敵のシステムによってかろうじて生き延びていただけみたいですね。そう、ねえ、トゥビー。何？あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。は見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。